おはようございますお疲れ様です。お疲れ様です。今日も YouTube やっていくんですけど、今日はハウトゥー動画をちょっと撮ろうかと思いまして、前回前々回かいっちーくんのハウトゥー動画を初めて出させていただいたんですけど、やっぱ評判が良くて、でちょっとあのレベルに行くまでの過程を撮ってなかったんで、今日はちょっとテイクオフから横に行くまでのハウトゥーをこの動画一本で伝えていけたらといけたらいいなと思うんで、ぜひ最後まで見ててください。じゃあ早速海行きましょう。お願いします。テイクオフの時に意識してほしいのが3つほどあるんですけど、1つ目は手の位置ですね。手の位置と、あとその立つ瞬間の足の引き上げ方というか、それとあと立ってからの目線ですね。その3つを僕は初心者のスクールの方とかに意識してほしいことで伝えてるんですけど、まずその説明をやっていこうかなと思います。まず寝そべってもらって、こうやって基本パドリングして乗っていくと思うんですけど、まずテイクオフの時手はこうやってレールを持たないようにした方が立ちやすいです。なぜかっていうと、こうやってレールを持っちゃうとどっちか多分こう掴むことによって腕に手に力が入っちゃうんですよ。手にこう握る力が入っちゃうんで、そうするとどっちかにこうバランスがこっちに行っちゃったりこっちに行っちゃったり、バランスが崩れるんで、できれば手はこのボードに腕立て伏せのような状態でつけていただけたらいいかなと思います。で手をこうついて、まあ実際波にこう波のパワーで滑っていくじゃないですか。でスピードを感じながら腕立てのように腕を立てて、そっからちょっとこの辺の筋肉を使うんですけど、こっからしっかりこう自分の前足を自分の胸の下まで持ってくるようなイメージです。この時にちょうどこの板線が1本入ってるんですけど、これが真ん中だとして、ショートボートとかだったらストリンガーとかが目印になるんですけど、なるべく立った時に両足この線の上に、こっちに関しては映ってる、こっちに関してはこの足の真ん中ぐらいで、まあ前足に関しては言ったらこの足の人差し指ぐらいが中心に来るといいかなと。親指だと中心から足の重心がずれちゃうんで、できれば軽く斜めぐらいで人差し指が線にかかるような感じが、バランスが取りやすいかなと思います。でこの立った時こう前に重心がかかっちゃったりすると思うんですけど、重心は基本僕は後ろ足をおすすめしてます。なぜかっていうと、この後の目線とかの話につながってくるんですけど、立ってから目線をどうしたらいいかっていうと、バランスが取れなくて、だいたい初めての人ってこの辺りを見ちゃう、ボードの。これ一番バランス取れなくて、実際これは本当どの人にも目線のことを伝えるとみんな一気に立てるようになったりするんで、こう後ろ重心でこう構える体勢を取ることによって体が起きて目線がしっかりまっすぐ前を向けるようになるんで、で目線に関しても前を見た方がバランスは絶対に取れるんで、その3つを意識してもらってテイクオフやっていただけたらなと思います。
で、さっき足を引き上げるってところで一気に自分持ってったんですけど、最初慣れなければこう起こします。で、こっちの後ろ足の膝ついたままこう持ってくるでも大丈夫です。ただちょっと時間かかっちゃうんで、これだとこの後こうやって立つんですけど、これだとワンテンポ遅れちゃうんで、どうしてもその間にバランス崩れちゃったりもするんで、できれば一気にこう前足を、後ろ足はもう本当立てるだけでいいです。こう 寝そべった状態からこう立てるだけでよくて、前足を できるだけ胸の下あたりまで持ってくるような意識でやればテイクオフは完璧です。はい、ということで、テイクオフ、ハウトゥーテイクオフを最後までご視聴ありがとうございました。まあ、こんな感じでテイクオフでもね、いろんな意識することはあると思うんで、なんか行き詰まった時この動画を見返してリセットできるような動画にもなってると思うんで、ぜひ有効活用していただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価忘れずにお願いします。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。